社長、社長、社長。何、どうした？今日、日本、スペインに勝ちましたね。おー、すごかったね。メンタルコーチ的に見て、今日の勝因何だと思いますか？今日の勝因は、やっぱり集中力。最初に先制されても、プレー全部、集中力途切れず、攻守ともに頑張ったところが勝因だね。次はクロアチア戦一発勝負ですけど、どんな準備が必要ですか？クロアチアはフィジカル優れてるし、ちょっと荒っぽいプレーもするから、日本はそれに合わせずに、組織プレー、チームプレーで、勝ってほしいね。社長の注目選手教えてください。注目選手います。それがこの人、三笘薫選手。彼だね。彼は真面目なプレーもあるし、スピードもいいし、そして貪欲さもあるので、彼が入ることで日本のチームの空気も変えてくれるプレイヤーだから僕は期待してる。最後に日本代表に何か一言お願いします。はい、もう日本代表格上も格下もないから、ここからは本気のチームプレーを見せてほしいと思ってます。頑張れ日本。